カルロスマネこと、カルロスマヌエル・カルドソマネは、ポルトガル・リスボン出身のサッカー選手。カイセリスポルに所属する。FW を務める。リスボンに生まれ、スポルティング CP の下部組織に9歳から所属していた。2012年12月9日に、スポルティングの B チームでデビューし、CD ・アベスと戦ったが2から2で引き分けた。2013年10月5日のビトーリア FC 戦で、 プリメーラリーガデビューを果たし、同時にトップチームデビューも果たした。2014年11月25日の UEFA チャンピオンズリーグ予選グループ G の初戦、NK マリボル戦で、後半20分に自身初ゴールを記録した。2016年8月31日に、ブンデス2部に降格した。 VFB シュトットガルトに2018年6月までの買取オプション付きの期限付き移籍を果たした。2019年1月25日に、ブンデス2部の1、FC ウニオンベルリンに2018の19、シーズン終了まで買取オプション付きの期限付き移籍をした。2019年7月20日、リオアベ f C へ3年契約で完全移籍。 2021年8月13日、カイセリスポールに移籍した。年代別のポルトガル代表に招集された。リオコリンを戦うポルトガル代表にも招集されたが、得点を挙げることはなく、チームは決勝トーナメント1回戦でドイツに4-0で大敗した。ありがとうございます。